資生堂レディスオープン事前情報26日戸塚カ,カントリークラブ西コース神奈川県6697ヤードパー72開幕前の会場で動物のキリン柄のグリップが入った新作パターを発見これはオデッセイから先日発表されたジラフビームシリーズネックを長くしたロングネックで フェースバランスに近い重心アングルが特徴。キリンをイメージしてギラフェ、チラフ、という名前となった。テックの部分を H 型としたことから打点ブレに強い剛性に加えて、軽量化も実現されているマサレモノ。数名の選手たちが打つ姿が目に入ってきた。その一人が菊池エリカ。今までオデッセイのホワイトホットにボールブレード OG。 を使用していたが、ソール部分にもキリン柄が入った、チラフビーム2ボールブレードを今週から投入することに決めた。イボールの白い部分にはアライメントラインを入れ、自分に合うようにカスタマイズしたという。座りが良くて、構えた感じが好きです。色もかっこいい、と第一印象からして良い。 そしてこのパターンの大きな特徴は柄にもあるキリンのようなロングネック。今まで使ったことはないんですけど違和感はありません。やはりフェースバランスだからストロークが安定します。とフェース面が開閉しにくい作りに満足していた。この2ボールブレードの形状自体は昨年の5月から使用している。男女の使っているプロが入れているのを見て、 使ってみたらそれにはまってしまいました、ときっかけを明かす。ちなみに、今回菊池が使用するモデルはツアー仕様となっていてプロだけが手にするレアものだ。そして他の場所でも、キリンを発見。リハナ、韓国は、落ち着く色ですね、とブラウンカラーのヘッドを見てうなずく。今までは、アイワントライビームを使っていて、ネック部分の、 三角形が安定する、と気に入っているが、今回のジラフパターンにも共通するポイントがあるとのこと。三角形がなくても、なんかセンターパターンみたいな、とシャフトの角度的に延長線上はフェース面のセンター寄りに向かっていて、ドライビームのような感覚でストロークができると実感した。あと、かわいい、わらとヘッドカバーとグリップの絵に一目惚れ。 今大会から新武器として迎え入れた。先週の海外メジャー KPMG 全米女子プロ選手権に出場していたシンジエ、韓国も数級だけ転がしていた。まだ1日しか打っていないけど、今までのパターよりもフェースに乗る感じが良かったですね、と好感色。打感が良いと手の力が抜けやすい。なので安心できる。 キャロウェイさんが世界のためにどれだけ研究されているのかがわかります。それとクラシックカラーが好きで、昔のクラシックな感じでオシャレだなと思いました。と見た目も気に入っていた。知恵は米国から戻り、すぐさま日本の試合に出場する。知差の関係で少し疲労も残っている状況だ。私は20歳じゃないから、笑。 ちょっと後輩たちよりも時間はかかると思いますけど、少し不安もあるが、東京に拠点を置く自衛は、横浜から、東京は、近いじゃないですか。だからいつもこの試合に来るときは、盛り上がるのがすごく気持ちよい。友人たちも来るし、韓国人ですけど地元でプレーする感じがあるから、すごく楽しみ、と、ホーム。 という感覚を覚えられる試合にモチベーションは高い。トゥーロン・サンディエゴを長年愛用するなど、原エリカはもともとロングネックタイプが好み。そして、このジラフにも食いついた。私はロングネックが好きなので、迷った時に選択肢があるというのは心強い。調整のための時間を挟む必要もあるが、原のキャディバッグに、キリン、 マークのヘッドカバーを見る日も近いかも。うん、高木彩音、ね。ヘッドはブレード型のシャープ1、ミッドマレットのシャープ6、角型マレットのシャープ7、に幅広ブレードのダブルワイドの4種類を用意し、すべてにホワイトホットインサート、ストロークラブ90シャフトが装着されている。